ラー親父チャンネル。モデラー親父モデオです。本日もトヨタハイラックスハイリフト、こちらの製作を続けていきます。今回は主にボディの組み立てと LED の取り付けになります。こちらのボディの方はですね、メタリックブルーを塗装した後に先日ステッカーを貼りまして、でその後に水性タイプのトップコートをですね3回拭きました。でその後に軽く研磨スポンジ3000番でクリアコートの塗装を一旦3000番の研磨スポンジで一度なだらかにしてから最終的にもう一度トップコートを拭いて仕上げた状態になっています。説明書にはここの部分をシルバーで塗るように指示があるんですけども、今回は、この長谷川さんのですねミラーフィニッシュ、こちらをですね、細く切ったものを貼っていきたいと思います。およそ 2.5 ミリの幅にカットしてあります。まあ薄いのとこうかなりね曲面に馴染みも良さそうなのできっとうまく貼れるんじゃないかなと思います。まあ今回ここは塗装にせずこのミラーフィニッシュにしたのはやはり塗装に比べてかなりこうミラー感っていうのがね出ますので、説明書はもちろんそのシルバーという塗装になってますけど、本当はねこういうミラータイプの素材でやるのがより本物らしいのかなと、まあ思います。ちょっとクロスでしっかり押さえてあげるといいかなと思います。よし、はい、これがまあちなみにシルバーの塗装でした部分になるんですけども、やはりこの方がなんていうかアメリカンな感じが出ると思いますね。では同様に反対側もやっていきます。まあこの商品はプラモデルで使ってる方は結構ね多いかなと思うんですけど、今こういう便利な商品が多いんで助かりますよね。トヨタハイラックスは、まあ、走りの性能というのもね一つの楽しみなんですけど、こういった形でボディの作り込みも結構プラモデルに近い感じで楽しめるのもいいところですよね。はい、ではこんな感じでミラーフィニッシュ貼り終わりました。それではサイドウインカーを取り付けてきます。裏からこういった樹脂パーツをつけつつビス止めしていきます。ちなみにこのサイドウインカーにも LED のランプは取り付けができるみたいです。では反対側も同じようにウインカーをつけます。ではこれで両方のサイドウインカーがつきました。この後はリアのランプ類をつけていきたいと思います。こういった形でリアのサイドマーカーもつけていきます。結構ここは狭いところでもあり裏側なんでなかなか作業が見せにくくてすいません。ちょっとねこういった形で裏側になりますから、まあそれでちょっとした隙間からこう裏側もね見えたりすることがありますので、刷毛塗りでもいいと思うんですけど、マットブラックでね塗っといた方がまあその隙間から裏側が見えた時に見栄えがねいいかなと思いますので、こうした LED を止めるステーのようなパーツが入ってきますので、こちらに LED を取り付けていきたいと思います。この溝が掘ってありますのでここの溝からケーブルを入れて後ろにこうして引っ張るといいみたいですね。オレンジですね。で赤を入れていきましょう。ストップランプの赤に関しては2つですね。はい、ではこういった形で4連のものが LED できました。ボディの方に取り付けていきます。そうしますとちょうどこの穴から3ミリの LED が頭をね出す状態になります。
て、そしてこのテールランプですね、これはビス止めしていきます。そしてこのビスは先ほどのあの LED の黒いステーに裏側でねビスが入る感じになるみたいです。では右側も同じようにテールランプを入れていきます。これでリアの左右のコンビネーションランプが取り付けできました。だんだんこうなってパーツがいろいろついてくると実写感が出てきてかっこよくなってきましたよね。まあ後々まとめていきますけど、こうした溝にこう束ねていく感じにして、で最終的にはこのマットブラックのメッシュテープで上から覆っていけばこの配線も綺麗に隠れるかなと思っています。こちらにもヘッドライトやウィンカーを取り付けていきたいと思います。 TLU01 に付属していたホワイト 5mm の LED になります。これをヘッドライトとして使っていこうと思います。この LED が抜けないように裏から樹脂のパーツとビスで留めます。この一番端の左右にはポジションランプも入れられます。通常の車にはあまりつけないんですけど、青の LED を入れることにしてみました。日本の法律ではポジションランプが青とかはね法律違反だと思うんですけど、さらにウインカーですね。でウインカーはリアの左右ともこう連動してますんで、左右をね間違わないようにささないと。これでフロントのウィンカーの LED も取り付けが完了しました。ちょっと本日は動画の方が長くなってきましたので、ここで終わりたいと思います。そしていよいよ次回はトヨタハイラックスの完成となります。残りのボディの組み立て作業を終わらせて、そしてそのボディをシャシーに乗せて完成とさせたいと思っております。それでは本日もご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。